皆さんどうもドラゴン TK です。じゃあね、今回もテイルズ・オブ・エンシェルやっていきましょう。じゃあ行こう。あ、メールしよう。あ、ここメールしようか。なるほど。あ、いた、ダイル。ベルベット、よくも無事に戻ってきやがって。あかんかったんかよ。ボスから言われてきたのよ。あなたたちに助力するようにって。ちょうどいいわ。町の方はどうなってる？私もフェラビーサから来たから鎮静化の状況はわからないわ。けど星稜はヘラビーサの北方を第四種管理区に指定したわよ。第四種管理を放棄したということです ね。 そうやね。メイル州の住民たちは全員無事保護されたわ。連名で最下の剣士討伐の嘆願書を出してたけど。当然でしょう ね。 ちょうどいいからこの町を新しいアジトにしようぜ。温泉付きのアジトなんてそうそう見つからないぞ。そうね。モアナたちはここに残していった方がいいわね。まあ、そうやるね。モアナたちをお願いします。へへ、ここまで来たら頼まれなくたってやってやるぜ。頼もしいわね、ダイルのくせに。くせには余計だ。とっとと行け。ベンウィックたちがヘラビーサで準備を整えてるぜ。おう、わかった。え、まだなったけど。おい、ご苦労。兄貴との勝負はどうだったんだ？しぐれは切った。だがゴーランを叩き切ることはできなかった。ゴーランが黒金のよりすごい刀だったからか？いや、黒金の太刀はしぐれが全力で打ち込んだゴーランを受けて刃こぼれ一つしなかった。それはすごい。こいつがなかったら俺は切られていただろう。ゴーランを切れなかったのは俺が未熟なせいかもしれん。けど、お前が勝ったんだろ？じゃあな。ああ、二刀の技と黒金の力を合わせてな。なら、お前が持ってる限り、その太刀は正論だ。真剣、叫ぶ嵐を制する黒金正論だぜ。黒金は納得すると思うか？バーカ、あの頑固じじいが納得なんかするかよ。次は、もっとすげえ刀を打つ。そういうに決まってる。まあ、だからログロー、お前もこの程度で満足してんじゃねえぞ。ああ、俺ももっと強いやつをぶった切る。そういうもん。ゴーランを超える黒金青蘭の伝説を俺が作り上げてやる。おいよ、それが傲慢者の心意気ってもんだ。そういうもん。まあ行きますか。なら狙い入る。人で、ここか、こいつか。そこを行く大魔師様。以前この町を治めていた一等大魔師テレサ様をご存知ありませんか？え、この町に秩序と規律を再び取り戻すことができるのはテレサ様ただ一人なのです。どうか聖領の本部に伝えてください。ヘラビーサの住民はテレサ様を待っていると。たとえ最下の剣士に襲われたとしてもテレサ様がお戻りになるまで俺はここから動かない。動かないでどうするの？そうそう、危なくなれば必ずやテレサ様が助けに来てくださる。あの氷のように冷ややかな眼差しとともに。テレサは戻ってきません。テレサのことが好きなら守ってもらいたいではなく彼女を守れる男になってください。そうだよ。なんかあなたの熱い眼差しもちょっといいかも。うわー、ちょっとやばい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 、えーってなってもんな。ちょ、いらんってそんなランク。ちょっと待てよ、ここやんな。サイカやゴーマが町に現れた時の避難経路を相談しているんです。もう現れてますよ。前にサイカが暴れた時は大混乱になって怪我をした子供らもいたもんで、ひとまず脱出用の船を用意していつでも海に逃げられるようにしとこうって話してたんでさ。町の住民全員が船で脱出するのは難しいですよね。避難船はいい考えですが陸路も必要だと思います。確かに。でも陸路の場合避難通路からゴーマが入ってくることもありますよね。ええ、その場合は町の門と同じように避難通路の警備が重要になってきます。できればゴーマだけが通過できないような工夫ができると良いのですが。
一部のタイマシが精霊を使えなくなってますし、精霊の常駐も期待できないですし、厳しいですね。私から精霊に請願してみますので、皆さんもどうか諦めずに考えてみてください。もちろんです。諦めたりなんてしませんぜ。自分の命は自分で守らないとね。精霊にお願いなんてできるの？訓練所時代の知り合いにシルフもどきを飛ばしてみます。彼なら裏切り者という私への不信があってもヘラビーサの球場には目を向けてくれるはずです。そういうことやね。ここ何かあったから使っていきましょう。こんなとこにこんなやつおってんだ。おお、笑い眼鏡な。今日ここやな。おい、いつまでお前はビビってやがる。彩花の剣士が怖くて漁師がやってられるか。この町をめちゃくちゃにしたゴーマが生きてたんだぞ。いつまた現れるか。もう現れておるがの。そうやな。ベルー、そんな風に弱気を見せたらますます彩花の野郎につけ込まれるだろうが。でも俺たちにはゴーマ一匹倒すことだってままならないんだぞ。だから漁に出て魚を取って食料を確保するんだろうが。それで学校じゃそんなことも教えてくれんかったのか。まったく、そのヘナチョコ根性を叩き直してやる。さあ船を出す準備を始めるぞ。熱い親父だな。あの熱さにはゴーマも近寄らなさそうだね。うん、絶対近寄らんの。でも学校ではね、そんなこと教えてませんからね。社会に出て初めて気づくことも多分あると思います。きっとね。では行きましょうか。あそこやね。じゃあ行こう。おかえり。黒刀どもを倒したんだな。そうだよ、ええ、でもまだ同志と精子が残ってる。いよいよ最後の決戦だな。いいものが手に入ったからやるよ。ん、いいもの？え、リンゴ？リンゴ？リンゴ？気休めだけどお守りだ。フォーチュンアップルっていう珍しいリンゴでさ、幸運を呼ぶって言い伝えがあるんだ。幸運を呼ぶ。フォーチュンアップル。フォーチュンアップル。うん。悪党の俺たちに必要なのは悪運の方じゃないのか。まあな。死神なら間に合ってるぞ。間に合ってるぞ、確かに。そういうこと言うなよ。まあそれなりにありがたくもらっておくわ。リンゴは好きなのよ。食べるなよ。うん。言われなくても食べられない。そうか。私の食らう力もカノヌシの力の一部。そうやね。だとしたらどうかした？味見してみる？幸運のリンゴ。ダメだよ、お守りなんだから。そうだよ。そうね、生きる勇気をくれるお守りよ。うん。で、最後の目的地は？聖主の御座よ。ゼクソン港へ向かうぞ。ジェクソン湖ね。アイマン、アイサー。よし、じゃあ一旦こっちの声見てから。食べちゃダメだからね。はいはい、分かってるわよ。食べちゃダメだからね、本当に。六郎、第四種管理地区にあんたにぴったりな島があるぜ。俺にぴったりな島だって？ぴったりな島？なんだ、うまい神水でも湧いてるのか？そういう噂もなくはないけど、剣の方のぴったりってやつだよ。その島に出るゴーマはどいつもこいつも鎧やら兜やらをまとった連中なんだってさ。鎧のゴーマなら別に珍しくはないぜ。でも島に派遣されたタイマシたちの剣がみんな折られちまったって話を聞いたんだよ。すごい。剣を使うのか鎧が硬いのかはわからないけど、あんたの剣なら切れるんじゃないかってさ。そういうことね。おお、悪くないな。なんでもその島は昔は剣士や騎士たちを集めて腕比べをしてたところなんだってさ。その島の話なら聞いたことがある。あんのかい。国中の職人が腕に撚りをかけて作った武器や鎧を腕自慢の兵士たちに持たせて戦わせたそうだ。兵士たちの腕比べでもあり武器の品評会でもあったとか。その島に出るゴーマってことはいい剣や武器で切りかかってくるかもしれんな。俺も技物の武器や防具を見られるかもしれん。面白そうな島だな。この話を聞いて行く気になるのか。
本当、怖いもの知らずだな。まあね。よし、じゃあまあ見ていきましょう。カノヌシの沈めの力が昇降状態になったことで、人々の心も少しは解放されたのでしょうか。そりゃそうやろ、ね、海賊団の連中も荒っぽさが戻ってきておるし、個人差はあれど変化は起きておるじゃろうの。そうやね。少し各地を見に行ってみませんか。どんな影響が起きているのか気になります。四聖主にも会えるなら会ってみたいよね。そうやね。それはやめておいた方がいい。いや、やめておいた方がいい。四聖主はそれぞれどこかの地脈点にいるはずだが、それがどこかは分からん。遥か遠方の可能性もある。マジかよ。会えたところで俺たちの味方とは限らないしな。まあね。じゃあの神は神の都合で存在しておるのであって、カノヌシを倒したいというのはわしらの都合じゃ。そうだよね。でも戦いの足場を見ておくのは悪くないわ。アルトリウスたちの動向を探りつつ世界を回ってみるのもありね。今回その回にしますかね。ジャスターフリークのランクが上昇したの。まあけど行けないよっていうね。ジェクソン校にしか行けない。うん、まあそれはもうしゃあない。しゃあないね。これはお何ですか。私だけ呼び出したりして。呼び出したんかい。ライフセットは一緒に見張りをするって言い出したけど無理に休ませました。連戦の疲れがあるはずですからね。助かったわ。あの子弱音を言わなすぎるから。名付け親に似たんですよ。似てないわよ。あの子の頑張りは希望だもの。希望。いい風ね。はい、厳しくて悲しいけれど、やっぱり世界は綺麗です。果てしない海も南国の島も氷の大地も火を吹く山も。そうね。そしてそこには人間が生きてる。これがラフィーの旅を従ってた世界なのね。あの子が海の向こうに何を見てたのか、やっと分かったわ。エレノア、一つだけあんたに頼みたいの。私に何かあったらライフセットをお願い。どうしたんですか突然。クーマとカノヌシの力は本質的に同じものだから、理論上は可能なはず。ううん、断りじゃない。私の中の憎しみとは別の心がこうしたいって言ってるのよ。世界に希望を残したいって。あなた、まさか。ちょっとした弱音よ。万が一の時は頼むってこと。わかりました。ライフセットは私が責任を持って守ります。弱音につけ込みたいところですが、そうもいきません。死ぬまであなたの命令に従うのが私の誓約ですから。そういえばそうだったわね。あんたを任しといてよかったわ。よし、じゃあ行きましょう。よし。お、活気戻っとるな。鎮静化は解除されたようね。ガーマの被害と引き換えにの。それも予定通りよ。予定通りかい。世話になったわね。したいことをやっただけさ。礼なんかいるかよ。そうそう、行くぞ。同志と決着をつける。つけるぞ。うん、現実をかみしめて。鎮静化の影響は弱まったが、その分町はざわついてる感じがするな。清涼の対魔師が激減し、ゴーマへの対処が追いつかなくなっているのかもしれん。なるほどな、そういうことか。泣いてるの？
現実を噛み締めているだけです。噛み締めているだけ。借り物の断りではない。自分の情で動くことの怖さ、辛さ、そして責任を。今が私の本当の新しい出発点なんです。この過酷な現実を噛み締めて前に進まないと。面倒なやつね。けど嫌いじゃないわ。確かにね、嫌いではない。はい、泣き虫じゃありませんから。うん、泣き虫じゃない。そのようね。だが何でも背負い込むなよ。分かっています。私にできることをするだけです。そんなこと言いつつ限界を超えても頑張っちまうのがお前だろ。ギリギリまで頑張ってどうにもならないときは人を頼ってもいいんだからな。そうそう。ところありがとうございます。ま、俺は人じゃないけどな。分かっていますよ。でもまあ人の姿はしてるけどね。それはいいからっていう。ボーマから守ってくれるって言うからあんたたちを信じて厳しい規律にも耐えてきたんだ。なのにどういうことだよ。精霊を操れないからゴーマを倒せないって。精霊術が使えなくなった理由は我々にもよくわからないのです。ですがたとえ精霊術が使えなくとも最後まで自分は皆さんを守るために戦います。どうか落ち着いてください。あんたたちの言うことなんかもうまともに相手してらんないよ。何ジロジロ見てんだよ、そこの目つきの悪いあんた。ちょっとこっち来いよ。遠慮しておく。がたいいいくせに逃げてんじゃねえよ。やめてください。皆さんの不安も苛立ちも分かります。ですが今は人間同士が争い合ってる場合ではありません。世界の混乱やゴーマに立ち向かうためにどうか我々に手を貸してください。あんた、それでも不満があるなら私が相手になります。いいこと言う。悪かったよ。気骨のある対魔師だな。そうやな、気骨だな、ほんま。いやああいうやつ好きやね、俺も。あんたたちは紛れる過激団。過激団か。技術団やけどね。やっと会えたよ、紛れる技術団に。挨拶したくてずっと探してたんだ。挨拶？どうにも巡り合わせが悪くて全然オタクらの技術が見られないから自分で技術団を立ち上げたんだよ。え、声量も混乱してて町も不安そうな顔ばかりで、ゴーマも出るし、なんだか世の中が暗いだろ。だからこそ明るくて楽しい催しが必要だと思ってね。技術団は特訓中で間もなく旗揚げ公演さ。マジかよ。すごくいいと思う。技術団はなんて名前なの？ガツンとインパクトのある言葉を選んだぜ。そうな。その名も、うん、漆黒の翼。なにこの、ここで漆黒の翼生まれたか。おいおい、反応薄いな。人を楽しませるのに漆黒ってどうなの？黒い翼なんてカラスとかコウモリみたいでしょ。俺の中じゃ漆黒の翼といえばお笑いなんだけどね。あ、そうな。じゃあちょっと帰るか。漆黒の翼って、その名も漆黒の笑い。いや、やめた方がいい。まあまあ、ブラックジョークじゃな。そうやな。腹黒くてスパイシーな方向に進むのかい。じゃあ漆黒の術、いや漆黒サーカス、いやいや漆黒大サービス、漆黒の漆黒から離れてみたら。そう、ね、確かに。じゃあこれならどうだ、ハッピースマイル記述団。幸せの押し売りみたい。確かに押し売りみたい。もういいよ、もういいよ。漆黒の翼記述団かっこ笑いかっこ閉じ、これで決定。かっこ笑いかっこ閉じで決定。異論は認めない。かっこ笑いって。じゃがお主の志は気に入った。漆黒の未来を記念してマギンブイ。ありがとうよ。これからライバルだな。同業者としてよろしくな。マギンブイってどうでもよくなるおまじないだよね。こういう時代こそどうでもよいことが必要なんじゃよ。まあそれはわかるけどね。漆黒の未来ってあんた全然祝福してないでしょ。マギンブイ、マギンブイ。最後にまだ言うんかい。でもね、違うわ、こっちでしたね。まあここら辺のやつはだから僕こっちするんでね、いろいろ撮ってても問題ないかなって感じですね。
よし、こいつか、こいつか。ネクターも神水も手に入らなくなっちまった。でもよ、おかげで目が覚めたぜ。目覚めた。口寂しくていろいろ飲んでたら、うまいお茶を飲むと心が安らぐことに気づいたんだよ。神水を子供には飲ませられないが、お茶なら子供からお年寄りまで楽しめる。 そうやね、それは良い着眼点ですね。これまでに貯めた金をはたいて、世界中のいろんなお茶を集めた店を開こうかと思ってるんだ。いいじゃん。大間のことでピリピリしてたら心が参っちまう。お茶飲む時ぐらいホッとできたらいいよな。そういうお店には美味しいパイとか焼き菓子とかがあったらいいな。和菓子とか、ね、だよな。お茶と一緒にお菓子も探すぜ。ついでに俺の嫁さんもな。頑張ってください。ありがとうよ。ちなみに姉ちゃんは俺の嫁になる気はないか。ごめんなさい、遠慮しておきます。遠慮しだよな、だよな。当たり前やろ、そんな入る。きっと何かがあるはず。こっちやね。何や、オートに来れば何とかなると思ったが、うん、仕事も簡単には見つかりそうにないな。あの町で一生懸命生きてただけなのに、どうして私たちがこんな目に。清涼に情報を伝えて、あの人手なしのゴーマども皆殺しにしてもらおう。あの町のことなら誰よりも私たちの方が詳しいものね。攻め落として助けをしましょう。ゴーマも最下の剣士も絶対に許さない。ごめんなさい。これは怖い。行けない、向こうに。向こうに行けないよ。よし、じゃあいろいろ見ていきますか。なら今回はね、次回ね、そういう一人の完全に進めていきたいと思います。まあ今回はこういったね、世界各地で起こっていることをね、見ていきましょう。おお、あんたたち、俺のことを覚えてるかい。ん、刀切りの剣で世話になった元山賊だ。おお、はい、お前か。覚えていますよ。ローグレスに来たんですね。ああ、山賊料理の店を開く資金もたまったし、今いい店舗物件を探してるところなんだ。そうだ。強盗をやって貯めた金じゃないだろうな。元山賊だって言ったろ。壊れた道路の修理やら支援物資の配達やら、まっとうに汗水垂らして働いて貯めたんだ。本当に生まれ変わったんですね。いいことやね。とても素晴らしいことだと思います、うん、そっか、姉ちゃんに褒めてもらえるなんて頑張った甲斐があるってもんだ。きっと輝きますよ。あなたのこれからの人生は。もうメニューは決まったの？ヌスッと竹だけシートン。歩けば山賊に当たる鍋の他にもう一つ目玉が欲しいところだな。この町にはやたらうまい麻婆カレーを出す酒場があってな、あの店に勝ちたいんだよ。あ、何かいいアイデアはないか。女の子の客を獲得できるようなのがいいな。そういうことか。女の子ですか？デザートとかスイーツなんかがいいんじゃないでしょうか。濃厚なチョコを使った恋泥棒パフェとか、お君の瞳をタイポワールタルトとか。同世代とは思えない古さを感じる。確かに古さ感じる、めっちゃいいね。これでメニューは完璧だ。姉ちゃん、店が成功したら夫婦にならないか。タイマシをからかわないでください。からかってなんてないって。俺は本気だ。結婚してくれ。山賊料理店繁盛するといいですね。全然見せない。見事にムースされたな。フラレタルトだね。ホットケーキ。ホットケーキかい。ほんま面白いな、このやっぱりテールズシリーズのね、やっぱ醍醐味はこういうことで、こういうね、最下の剣士のせいで国中が不安に包まれ、どの町でも暗い話が絶える。そうね、教会に集まる人たちの中には家族を失った人も大勢いるわ。だが悲しい時こそ笑わなくてはな。暗い顔は暗い影を呼び込むだけじゃ。分かってる。悲しい時こそ笑う。それが男ってもんだ。あのじいさん、わかってるぜ。愉快な話をしろというわけじゃない。毎日の生活の中に少しのゆとりがあればいい。おいしいものとか、
綺麗な花とか、この噴水とか。湧き出る水は希望の象徴じゃよ。日々苦しくとも、この噴水を途絶えさせぬよう手入れを続けることにするぞ。私も掃除をして明るい気持ちになれる場所を作るお手伝いをするわ。こうやって人々はね、復興していくんですよ。タイマシが減ってしまった今、清涼に何もかも求めちゃいけない。自分たちでできることから始めて、世の中を明るくしようって思うんだ。おう、何を始めるつもりなんだ。こんな風に世の中が進んでくると、どうしてもみんな質素に生きようって考える。もちろん贅沢は控えるべきだが、生活に潤いっていうか楽しみは必要だろう。まあね。というわけで私たちは食堂を作ることにした。食堂か。うまい料理と浸水で人々を楽しませるためにね。いいんちゃうか。どんな料理を作るの。それを決めるために今各地の料理を食べ歩いているんだよ。この店の麻婆カレーは絶品だと聞いたのだけど、どうにも敷居が高くてなかなか入れずにいるよ。ああ、ここな。他のお店と同じようにすれば大丈夫だよ。僕もここの麻婆カレー大好きだし。お、子供にも受ける味、これは期待できるな。子供扱いはちょっと嫌だな。男のプライドを傷つけてしまったようだ。すまない。店のコンセプトのことばかり考えていて、君の気持ちまで気配りができなかった。そんな大げさな話でもないんだけど、コンセプトって何。大人も子供も家族みんなで楽しめる食堂、ゆりかごから墓場までが合言葉なんだ。食べる場所なのに墓場って、食べに行くのに勇気がいる食堂ですね。ああ、そこには気が回らなかった。気が回らないことばかりじゃない。ちゃんと店をやっていけるわけ。ほんまやな。大丈夫さ。経営に関してはきちんと学んだし、腕がいい料理人に当たりはつけてある。メニューを決めて店の合言葉を修正すれば問題ない。何かいいのはないかな。いや、天狗があかん。ゆりかごから墓場まで、じゃなくてゆりかごから天国まで。どっちもあの湯行きじゃないですか。お前、あの湯行きじゃない。思いつかない。ならば、ゆりかごから入れ歯まで、これでどうじゃ。おお、入れ歯なら生きてる人が使うものだ。いいよ、そのアイデアいただき。先が思いやられるわね。あかん、これ面白すぎてやめられへんっていうな。ほんまな。あとあるかな。ないね。なら次はカドニクスコー行きましょう。あれ、何もないけど。あ、分かってなかった。うん。お、あるやないの。いいね、見ていこう。王たちのお兄さん、あんた相当できる剣士だな。切り合ってもないのに分かるのか。俺はただの刀鍛冶だが、刀が浮いている剣士と馴染んでる剣士ってのがいてね。剣士の腕が勝ちすぎて刀がしぼんでる場合もあるし、腕が追いつかず刀に込められた魂が剣士をなめきってなじまない場合もある。刀を抜かなくても分かるの。そういうのが見える場合もあるってことかな。そこのお兄さんは自分が発している気と王たちの魂が響き合っているように感じたんだ。そうか、まあな。そんなことは言われたことも考えたこともなかったな。その刀を撃った人はお兄さんに使ってもらえてきっと喜んでるぜ。俺もそういう風に自分の刀を託せるような剣士に出会いたいもんだ。それにはまず自分の腕と魂を磨かなきゃならないがね。頑張ってね。ああ、ありがとう。うん、頑張れよ。で、あとはどこや。こっちでもない。こん中、まさか。こん中でした。今度の週末は土曜のうさぎの日だよ。土曜のうさぎ？聞いたことあるぞ。うさぎを食べて元気になろうって日だろ。へー、うさぎを食べるの？違うわよ。月に一度、第三土曜日の夜に、うん、寂しい人はうさぎを抱いて寝ようって日よ。ふわふわとした毛並みと
長い耳を撫でて寝るといい夢が見られるのよ。あ、そうなんや。でも食べるって聞いたぜ。それは土曜のブウサギよ。ブウサギか。ブウサギもあるの？そう、第3土曜日の夜、寂しくない人はブウサギを食べて元気になっちゃおうっていう日。おお、どういう日やねん。ブウサギは需要競争にも効くし、寂しくない人にはもってこいだな。土曜のブウサギで家庭円満よ。ブウサギ、なんかかわいそうか。かわいそう。よし、じゃあ次見ていこう。あれ、でも外にあるよ。あれ、どこ、上か。はぁ、なにこれ、ちょっと怖い。いや違う。え、なにあれ、どこにあんの、あんな。え、どこ、マジわからん。これでもないし。トータス、あ、こいつか。あ、わからなかった。朝食はコーストでトーストに限るっす。アイゼンさんにお手紙っす。あ、お手紙っす。妹からの返事かな。読むか。え、え、ああよし、俺が読もう。なんでやる。どれどれ。貴様の霊国さんが可憐な乙女の心に今日も涙雨を降らせている。悔い改めよ。さもなくば我にも考えがある。これが最後の警告なり。以上。警告かい。切れてますね。切れてるな。どんな悪さをしてオナゴを泣かせたんじゃ。お前で試してやろうか。クオバラ、クオバラ、ケーキは別腹じゃ。ケーキで。可憐な乙女の涙雨って妹のことじゃないの。妹。おお、それはあり得るぜ。兄貴と離れ離れじゃ妹も寂しいよな。兄貴のことが好きならね。まあ、うん、好きならね。この手紙をアイゼンの妹が書いたというのですか。ずいぶん個性的な感じもしますが。俺の妹はこんな手紙は書かん。あ、そうな。なら妹の傍らにおる何者か、というか男が妹の涙を受けてこの手紙を書いたことになるの。何？てめえ、紛る。紛る。妹に男がつきまとっているだと。誰だ、今すぐここに連れてこい。え、ちょちょちょ、つきまとってるなんて言ってませんから。そうそうそう、落ち着いてください。アイゼン、アイゼン落ち着け。そんなに心配なら見に行けばいいのに。会いに行ったことはないの。ずいぶん前に一度だけ戻ったことがある。あ、そうなんや。だが俺が帰ってすぐ付近に人間たちが集まり始め、え、立ちどころに汚れがあふれ、ゴーマどもが妹を襲った。いや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 。それってアイゼンのせいなの？汚れの少ない安全な場所を選んで移り住んだ。人間が簡単には近寄れない険しい山奥だぞ。すごいそれ。人間で済まされる状況じゃないよね。せやね。それ以来一度も妹には会っていない。ああ、そう。あの、私は。ノル様人形微妙だと言いましたが、意外とその微妙さがいいような気がしてきました。それにもし微妙だとしても気持ちのこもった贈り物ならどんなものでも女子は嬉しいです。あ、そうなんや。お前にはやらんぞ。あ、あ、これ、あ、ノル様人形やったんか。それは知らんかった。なるほどね。最近ゴーマが各地で増えているのはどうやら最下の剣士ってゴーマの仕業らしい。その話私も聞いたわ。キララウス火山に巣を作って女王アリみたいに次々とゴーマを産んでるって。僕は違う噂を聞いたよ。最下の剣士はドラゴンのように巨大で醜悪な顔の鬼ババのゴーマで、鬼ババ、その両手には口があるらしい。鬼ババじゃ。両手に口だなんて気味が悪いわ。それだけじゃない。その両手から毒を吐き撒き散らして毒を浴びた人をゴーマにさせるんだ。まさかそれがゴーマ病の原因なの。あくまでも噂だから本当かどうかはわからない。でも驚くのはこれからだよ。
ゴーマが両手から吐いた毒を大きな板で風を起こし撒き散らしているチンチクリンの使い魔がいるんだ。実はそのチンチクリンこそがゴーマの本体で、見た目はインチキな奇術師みたいなんだってさ。そんなチンチクリンのせいで苦しんでると思うとチンチクリンな人すべてが憎らしくなるわね。最下の剣士ってチンチクリンなインチキ魔術師だったんだ。へえ、バレてしまったかい。仕方あるまい。鬼ババゴーマよ、あの人間どもを食ってしまえ。ダメだこいつら。まあ今回ねこれぐらいにして終わりにしましょう。ということでね、ご視聴ありがとうございました。一応ねチャンネル登録とツイッターアカウントのフォローね、もしよろしければお願いします。一応ね概要欄のところから行けるようにはねしておりますので、もしよければねフォローお願いします。ではさらば。